ご視聴ありがとうございます。ちひろでございます。今日もね、エルダースクロールズオンラインの、始めたばっかりの人はね、知っておくと得する情報を皆さんにご紹介していただけ、いけたらなと、思っております。最初からのっけからかみましたね。すいません。今日はですね、まあ、前回、前々回と、ちょっと早めに手をつけておいた方がいいかなということはね、まあ、お伝えできたので、ちょっとね、まあ別に、ねえ、そんな大したことじゃないです。今日ご紹介することはですね、まあ、ちょっとね、オプション、まあ、ゲームの設定ですね。ちょっとね、これ、最初にね、まあ、やっとくといいんじゃないかなっていうことが、まあ、何個かあると。まあ、いうのでね、まあ、その方あたりのね、まあ、ご紹介をさせていただくというのと、まあ、やっぱりね、このゲーム、やっぱ PC 版ということで、アドオンを入れて遊べると。アドオンというのはどういうことかというと、そうですね。なんだろう、拡張ツールみたいな感じですかね。外部拡張ツールみたいなことですかね。なんかちょっと調べてテロップで入れときます。後でね。正確な、なんか、アドオンってどういうことなのかというのを。まあ、そのあたりのご紹介。まあ、私がやっているって使っているまあアドオンっていう感じなんで、まあ、基本的にはね、世界観をあんまり崩さないようなレイアウト、だったりとか、あんまりね、情報をというか、画面にごちゃごちゃさせたくないみたいなね、まあ、いう感じなので、参考までに、どうでしょうかみたいなご紹介だけさせていただこうかなと思っています。まあ、ね、皆さんのね、まあ、プレイスタイル次第で、必要になってくるアドオンでちょっとやっぱ変わってくると思うんで、まあ、それはね、まあ、皆さんがこう、このゲームを楽しんでいく上で、ああ、こうしたいなっていうのがあったら、まあ、ちょっとね、まあ、なんでしょう、アドオンの導入をちょっと自分でね、考えてみると。いう感じでちょっとやっていただけたらなと思っております。でね、アドオンを入れるにあたって、まあ、なんだろうな、ESOUI っていうサイトから、まあ、アドオンを、まあね、ダウンロードして、まあ、エルダースクロールズのね、フォルダーの中に、まあ、アドオンっていう項目が多分あると思うんですけど、まあ、そこに、まあ、放り込んで、まあ、使うもんなんですけど、それちょっとね、そんな感じでね、まあ、一個一個やってると、ちょっとね、しんどいっす。例えばね、アドオンって、ちょいちょい一回手直しがあったりとかね、更新されたりとかで、まあ、新しいバージョンが出てくるわけですよ。まあ、その案内が、ね、自分で、まあ、よく見てないとわからないっていうのもありますし、ちょっとね、管理が難しいんですよ、更新の。まあ、なので、ちょっとね、そういうね、アドオンを、こう管理してくれるアプリっていうのはね、実はあります。ミニオンっていうアプリなんですけども、そちらの方を、まあ、導入していただくと、まあ、そこからね、その、エルダースクロールズの、アドオンっていうものが、そこからね、直接、まあ、インストールとか、まあ、アンインストールできるやつもあるんで、アンインストールできないやつあったら困るか。まあ、インストールのアンインストールできるんですよと、そこからね。まあ、だから好きにね、まあ、入れてみて、ああ、これいいなと思ったら、まあ、残しとけばいいし、ね、ちょっと違えなと思ったら、まあ、アンインストールしてという感じで、まあ、いろんなの試せるんです。その、ミニオンというものがあれば簡単にね。まあ、そちらの方の導入を、まあ、最初にやっていただくっていうのが、まあ、この PC 版の、まあ、日本語ローカライズ版やってるのかな、みんなは。まあ、やっていく上で、ちょっと一回試していただきたいことだなというのがあるんで、まあね、ちょっと私からね、ミニオンの導入方法をまあご説明してしまうと、ちょっと私、詳しくないんで、パソコンの細かいことをね。まあ、なので、ちょっと詳しい方の、まあ、サイトだったり、ブログだったりを、ね、まあ、動画とかを、まあ、ちょっと抜粋して、動画の概要欄に載せておきますんで、まあ、そちらの方を見ていただいてね、導入の方をしていただいてから、ちょっとこの動画を見ていただけたらなと、まあ、いう感じでございます。じゃあ、早速ね、ちょっとやっていきましょうかね。今日のお供はね、アムライルちゃんでございます。私のね、なんだろう、メインキャラ3人のうちの1人、ね。いつもね、
グレイムーアで使ったかな、あのノルドのね女戦士バルバラ、うん、あともう一人はあのダガーのね、ダガーホールの、宮廷魔術師という設定ですけど、エイディアさんというねマジカソーサラのキャラクター、うん、そしてもう一人はね、あのやっぱり物理は物理でも遠隔攻撃だけで戦ってきてるなと、うん、まあ、弓をメインに戦って、まあ、私もうエルダースクロールシリーズは弓でやってきたっていうのがありますから、まあ、ちょっと弓キャラ一人欲しいんだということでちょっと作ったのがこのウッドエルフのね、まあ、ドミニオン所属、まあ、くしくもね各同盟に一人ずつとなりましたけれども、うん、まあ、ウッドエルフの、ね、ウォーデンかな、うん、でまあ、遠隔スキルだから、まあ、表も裏も弓なんですよこの子、うん、ね、ご覧の通り、ね、まあ、弓ビルドというやつですね、いわゆる、うん、そんな子でちょっとやっていこうかなと思ってる。別になんか関係あるわけじゃないんですこれからやることに、うん、ちょっとしたご紹介、うん、ちょっと待ってね、カメラの位置を調整させていただきたい。ちょっとね、あの、まあ、これもせっかくだからあれだね、うん、あのご説明していきましょうかね、うん、カメラね、ご覧の通り私はまあ TPS でやってますんで三人称視点、うん、まあ、大体この辺りをいじってます毎回、うん、この辺りどうなんだろう、俺いじったことないんですけど、うん、暗殺カメラオン、視野の変化オン、うん、まああんまりいじらなくて良さそうだねここはね、うん、一人称でやってる人っているのかなこのゲームを。まあエルダースクロールズね、まあね、スカイリムとかオブリビオンとかね、まあ、一人称やる人結構いると思うんで、まあだったらオンラインも一人称でやるわっていう人多分いるだろうけどね、うん、なかなかに難しいですけども一人称でやるのは、うん、まあ三人称視点、まあ、基本的にやってます。で私はね大体はですよ、あのこのデフォルトにリセットってあるでしょ、この、まあ、デフォルトの値をまあ基本的にはあの使ってます。で唯一違うのがここのね、水平ポジション、うん、三人称視点におけるカメラの基本となる水平位置を調整する、うん、まあ、これがね私はあんまりねこうね、まあ、ちょっとねあの私のねあのスケルトンがいますからちょっとちょっと待ってね、まあ、ちょっとあの分かりやすくちょっとしときましょう、カメラね、まあデフォルト、まあ多分これが一番最初の皆さん、あでも一番最初の確かね110だったはずなんだよ、ね、110これがね多分皆さんゲーム開始していじってなければこんな感じになってると思うんです。あのクロスヘアね、クロスヘアっていうのはあの画面の中央にあるあの十字のマークのね、うん、まあこれがね敵をね、敵というか何にもターゲットしてない、ね、何にもインタラクトするもんにね、触れてないときは広がってます、うん。で、これが何か触れるというか、ターゲットになっているものに当たると、うん、収縮する。ね、わかるでしょ、うん、ね、うん。まあ、なんで収縮するかっていうの、これね、これもあの、わかりやすいんですけども、ね、うん、これね、あ、届くんだ、うん、ごめんなアルゴニアンジン、うん、ちょっとほっとけば許してくれる、ごめん、うん、ちょっと離れとか、うん、なんで弓打ってきたんだよってなってるから、うん、急に、まあちょっとねまあ皆さんはこれでやってるからやりやすいのかもしれないですけど、私ねちょっとね自キャラから離れすぎてて使いづれなっていうのがちょっとあるんですよ。うん。なんかちょっとね、離れすぎてる気がするの、いつもね。うん。カメラを一番離すとね、真上に来るんです、これ。これ、この水平ポジションのね、うん、ここをね、いじって、カメラというか、まあ、クロスヘアをね右左に動かすと一番カメラ引くと自分の頭の上に乗っかるっていうねクロスヘアが、うん、そういう感じになってます。私はねこれをね30にしてますわ、うん、おすすめとしてます。これぐらい頭の横ぐらいにあった方がね、うん、まあ敵とこう戦ってる時にこうなんだろうな目安にしやすいと、うん、
まあ、こんなにね、カメラ寄せて戦うことないんですけど、大体私はもうギリギリまで下げてね、戦います。なぜかっていうと、状況把握しやすいんです。広い範囲がね、見えていると。私、これね、強くおすすめするんですけども、戦闘、まあ、例えばね、ダンジョンとかに行くってね、まあ、戦闘がね、まあ、必死となった場合、カメラをね、まあ、最後、一番後ろまで引くっていうの、これ、すごいおすすめ。戦いやすくなるはずです、これ、絶対に。敵の攻撃を、まあ、避けるという。敵がどこにいるかとか、ね、まあ、横から攻撃されてるとかね、まあ、後ろからっていうのもなかなかないけど、後ろに寄ってきたぐらいは、ちょっとこのぐらいの距離だったらわかるから。これね、だいぶおすすめなんですよ。で、これね、カメラのね、おすすめもそうなんです。これね、ちょっと待って、操作ね。これもね、ある程度ちょっと序盤いじっていただきたい。私のおすすめとしてはですよ、まあ、オートランって多分最初に設定されてない。あと、歩く、走るの切り替えも設定されてないんで、これもね、自分で、まあ、コントローラーでやってる方はコントローラーに、まあ、キーボードをね、マウスでやってる方は、まあ、どっかにね、邪魔にならないところに設定していただけたらいいかな。で、あとね、これ、UI ね。UI のオンオフ。これ、スクショを撮るときすごい便利です。ファンクションの9から12ってね、多分何も設定されてないんで、このあたりにね、放り込んどくといいかもしれない。あと、なんだ、ネームプレートの切り替えとかもね。そんなところかな。そんなところだね。でね、これ、今、ちょっと、あ、ちょっと、また戻した。操作の中に、ね、操作の中にですよ、ね。あんまりこれね、こっちで見なくてもいいや。設定でちょっと見せましょう。ゲームプレイかな。まあ、ビデオとオーディオのおすすめみたいなのもいいでしょう。それはもう、ね、それぞれの環境がありますからね。まあ、できればね、NPC の字幕をオン、ビデオの字幕をオフにしておくとおすすめです。ちょっと会話、まあいいか、まあいいだろう。まあ、ゲームプレイ。私はね、ゲームパッドモードっていうものでやってます。UI、ちょっと独特ですね、みたいなこと言われるんですけども、これ多分ゲームパッドモードと PC の、ね、マウス、キーボードモードの差だと思うんですよ。ちょっと切り替えちゃうと、なんだろう、リロード入っちゃうんで、めんどくさくてやらないんですけど、私のこの UI、これね、ゲームパッドモードなんです。これ、あれだね、PS4 とか Xbox で、エルダースクロールズの海外輸入版やってた方なんかね、おなじみの UI だと思うんですけど、そっちから、多分ね、もらってきてる感じですね。まあ、でもこれのおかげで、ちょっとゲーム、まあ、PS4 版とかね、Xbox 版のおかげで、ね、まあ、PC 版でもゲームパッドで遊べるようになっているということなんで、まあ、ちょっとありがたいんですけど、できればね、PS4、日本語ローカライズされたやつ発売してくれたらね、まあ、いいなとは思ってます。それもクロスプラットフォームでね、PC の人とも遊べるよみたいなね。まあ、だからファイナルファンタジー14みたいな感じよ。もうそうなってくれると、もう本当にね、もうありがたい。だから今ね、他のゲームで、ね、やってる PS4 のフレンドとかとね、まあ、このエルダースクロールズオンラインで遊べることもあるかなと。いつかね、そんなことになんないかなって、ちょっと夢見てます、私は。さて、ゲームパッドモードだよというおすすめと、まあ、あとね、ゲームパッドモードでやりたいという人はね、まあ、テンプレート、これね、多分最初 A だと思うんですけど、A じゃなくて B にしてください。これはね、なぜ A か B かね。まあ、A でちょっとやってみましょうか。A でやるとね、ジャンプが、この、いわゆるね、まあ、Xbox のコントローラーでいうところの A ボタンね。まあ、PS4 でいうところの×ボタンの位置ですよ。まあ、だから決定ボタンだね、いわゆる。まあ、だからね、なんかいろんなインタラクトする。例えば、このろうそくの火を消すとか、今のです。これのね、これをうまくやれなかった時にちょっとジャンプしちゃうみたいなね、しちゃうの、こういうこと。それね、ちょっと恥ずかしくね。恥ずかしくね。あのね、あいつ、
決定し、し損ねてるわって、傍から見てて分かっちゃうの、これ。ね、だから、おすすめとしては B です。別にそれがとかじゃなくてのね、まず、決定ボタンがジャンプっていう、使いづらい。そんだけ。あとね、この B のおすすめはね、左スティック、右スティックね、まあ、大体親指かけてると思うんですよ、大体ね。この状態でジャンプとダッシュできるんですよ、もう。押し込むっていうのがね、左スティックの押し込みがね、ダッシュでね、右スティックの押し込みがジャンプなんですよ。だから、両スティックに親指を常にかけてられる。その中で、まあ、移動後、ね、ジャンプだったり、ダッシュだったりとかの、まあ、バリエーションがつくから、まあ、いろいろ使いやすくなってくると思うんです。これちょっとおすすめです。原発モードでやる方は、ね、テンプレート B にしてみてはいかがでしょうか。ジャンプしちゃってたと思うんだけど。そんでくらいかな。あと、このね、まあ、そんなにおすすめというわけでもないんですけど、敵の範囲をね、避けるの苦手って人はね、このあた、これ明るさ敵っていうところね、ちょっと明るくしてやってください。そうするとね、じゅ、あの敵がやってくる、範囲攻撃の予兆がちょっと、わかりやすくなる。眩しくなるくらいわかりやすくなるんで、あってなるんですよ。なんでおすすめです。あと、この一般人に対する攻撃防止。これ吸血鬼とかね、泥棒とかやってない方、ね、あと、なんだ、人を殺したくない方、ね、あと、なんだ、犯罪を犯したくない方は、これ、オンにしておくとおすすめです。オンにすることでね、まあ、一般人を攻撃しない、攻撃できなくなる。あと、範囲攻撃が、間違って、街中でね、出ちゃっても、一般市民に当たることがなくなるんで、だからね、衛兵さんに捕まるみたいなことがなくなる。これ、まあ、おすすめです。最初は多分、この設定されてないと思うんで。あとね、でもこれ、今、最初にも言った通りね、吸血鬼とか、泥棒さんとかが、ちょっと敵の背後じゃない、一般人の背後からね、ちょっと悪さするときは、これ、オンになってるとできないんで、まあ、そういうゲームプレイをしている方は、まあ、オフにしておく。まあ、でも、普段はオンにしといて、なんかちょっと悪さしようと思ったら、オフに変えるぐらいが多分いいと思います、これはね。あと、これ、地上のクイックアビリティ、地上アビリティのクイックエーションね、これね、オンにしといてください。まあ、自動でもいいんだろうけど、まあ、ちょっとやってみせましょうか。まあ、私のね、地面に設置型のね、これ、終わりなき観光という、まあ、技なんですけれども、これね、ご覧通り、自分のクロスヘアを中心にね、まあ、範囲を、ね、この辺りにやろうかなっていうのを見て、まあ、もう一回ボタンを押すとね、やっと発動するという感じ。これでもいらなくない？この確認。もうクロスヘアのところを中心にね、飛んでくんだから、いらねえだろ。もう、じゃあここにやるわっつって、ボタン1個押せばね、発動してくれるわけ。こっちのが、まあ、レスポンスがいいと思うんですよ。まあ、回復、なんだろう、回復杖のマスヒーリングとかね、範囲に設置する回復のね、まあ、場所をこう作るんだけども、まあ、ちょっとね、やっぱ発動が遅れるとね、まあ、仲間が危険になるというのもあるでしょうから、ちょっとごめんなさい、放送用に変えてなかった。まあ、だからレスポンス良くなるんで、こっちの方がおすすめです。何かと不便な場面の方が出てくると思う、こっちの方が。それぐらいかな。あと、これだ、エリア内のアイテム整理、これオフだったらオンにしてください。これはね、まあ、例えばダンジョンでね、まあ、複数の敵を倒したときにね、まあ、複数の敵から、まあ、アイテムがドロップされて、まあ、黄色いね、なんだろう、光がファーって出てると思うんですけど、倒した敵から。まあ、それね、このエリア内のね、アイテム整理入れてないと、まあ、一人一人、まあ、調べてね、まあ、取っていかなきゃなんないってなるんですけども、これエリア内のってやつに、まあ、オンにしておくと、まあ、その集団の中の一人を調べればね、まあ、その周りにいるね、アイテムドロップした敵の、アイテムもそこに表示されると、まだ一括で見れるよと、その辺りのエリアにいる敵のドロップ品が。これもおすすめなんで、オンにしておいてください。あと、まあ、それを、もう全部カバンに詰め込んじゃうっていうやつ。
自動取得のオン、これをしとくと、ね、もう調べて、これが欲しい、あれが欲しいって、まあ、選んでね、カバンの中入れていくっていうのをやってたと思うんですけど、まあ、それもせずに、カバンにどんどん放り込んでくれます。まあ、調べただけで全部カバンに入ってくれるってことね。まあ、それを、盗品にもやれるのがこれ。これでもね、泥棒をやる人はこれちょっとオンにしておくといい時あるんですけど、普段はオフにしておいた方がいいです。なんだ、盗むって出てるものを見るだけは、盗むになってないんで。盗むを見て、そこでもう一回決定して盗、これ盗むってなった時に初めてポケットに入れてるんです。まあ、それを見つかると、まあ、泥棒行為として、まあ、通報されてしまうというのがあるんで、まあ、これをオフにしておけば、まあ、確認はできるけど、だから、間違ってね、棚をこうパッて調べた時に、ね、あ、これ、盗品になっちゃうなってなった、なるっていう確認取れるでしょ、一回、表示されるから。ただこれ、盗賊の場合はもう、ね、コンマ何秒の勝負ですから、ね、NPC が後ろ向いた時にさってね、棚の中のものをバッて取りたいっていうのがあるでしょうから、これオンにしとくと、もう調べた時にね、カバンの中にさっと入れてくれるんですよ。これ、盗みやるときすごいいいんで、まあまあ、これもね、まあ、盗賊の方はこれをオンを切り替えてやっていくといいかもしれないですね。まあ、それぐらいかな。それぐらいだね。それぐらいです。あとはそうですね。まあ、インターフェース。まあ、別に。まあ、チャット吹き出し、これ、オンにしておくと面白いんで、やっておいてくださいぐらいかな。あとは、ネームプレートかな。ネームプレート、まあ、これもね、人それぞれだと思うんですけど、最初ね、確かね、中立 NPC、確かね、なしになってると思うんですよ。これ、常時に変えてください。なんでか知らないけど、これ、なしになってんだ、いつもね。ゲーム始めたばっかりの新キャラとか。それぐらいかな。あと、敵プレイヤー、これ、同盟戦争で、ね、これ常時にしておくと、同盟戦争で敵プレイの名前が分かります。ただこれね、私のおすすめですけど、オフにしておいてください。これ、オフにしていくと、憎しみがたまらない。健全に同盟戦争楽しめますんで、これなしにしておいてください。おすすめです。あと、まあ、そうです、体力バー、これ、そうですね、全部、自信はいらない。もう自信は自分の、リソース見えてるからいらないでしょ。他のプレイヤーさん、ね、とかは、もう負傷したら見えるようにしてください。なんなら、この体力バー見えたとき、負傷したっていうのが分かるっていうのもあるしね。普段消しとけば。これ全部負傷時に、してます。これおすすめです。あと、同盟のインジケーター、敵。これ同盟戦争に行ったときにね、だから敵のな、まあ、ネームプレート消してますんで。敵をパッと見たときに敵かどうか分かんないっていうのがあるんですよ。分かりづらい、敵の場所が分かりづらいってなるから、インジケーター、まあ、敵の、あれだね、同盟のアイコンが頭の上につくようぐらいですね。まあ、これやっとくといいと思います。それぐらいですかね。それぐらいだね。まあ、このあたりも、私はランキング通知をオフにしてますよっていうぐらいです。友達が増えてきて、その友達が強くなってくるとね、このランキングがパワーパワーってもうずっと鳴り響くんで、オフにしてます。それぐらいですかね。もうこの辺りはもう自分がこうしたいっていうのを選んだ方がいい。まあ、一応流れでこう見せてますけど、私はどうしてるのかみたいなのね。こんなところですかね。オプションはこんなところです。で、さっきそうだ、説明しようと思って、すっかり忘れてたけど、ゲームプレイのね、まあ、テンプレート、ご覧の通り、まあ、コントローラーを使うんだったらね、こんな感じの配置になってますよと、まあ、私もちょっといろいろいじってるというかね、こちらのね、操作でね、自分のね、まあ、これコントローラーの一般、まあ、移動とかね、まあ、ここに設定している 、ね、ものが多分あそこにも反映されてると思うんだけども、ちょっといじってます。例えばさっきね、説明したオートランと、あと歩くと走るの切り替えね。オプションね。ゲームプレイ、テンプレートね。これあんまり知られてないと思うんですけど、よくここ見ないと分かっ
らないと思うんですけど、ここですね、敵の切り替え、これ意外と大事なんでちょっと今から説明します。コントローラーであれば、まあ、バツボタン、X ボタンの長押しですかね。うん。他になんか大事なとこあったかな。ちょっとパーッと見させてもらって。まあ、そんなことないか、一般的なもんですな。うん。他のは。うん、これね、まあ、どういうことかというと、優先するターゲットを設定するよと。うん、ちょっと分かりやすく説明するためにね、今日はね、標的用骨の巨人さんに来ていただきました。ありがとうございます。いつもはね、標的用スケルトンくんがここに立ってるんですけども、ちょっとね、2人必要だということなんで、まあ今日はね、標的用骨の巨人さんに来ていただきましたよと。ありがとうございます。まあちょっとね、標的用骨の巨人さんにちょっとね、さっきね、まあ X ボタン長押しでね、ちょっと押してみて、白い、なんだろうね、白いオーラというか、側がついたの分かります？うん。これはもう、例えばね、まあ、標的用スケルトンくんをね、挟んでも、ね、標的用骨の巨人さんが、まあ、分かりやすく見えますね。うん。まあ、だから、これを攻撃の対象として優先している状態だということです、今。うん。ちょっとお見せしましょう。どういう状況になっているの？例えばね、この標的用スケルトンくんを挟んで、ね、まあ毒の矢でも打ってみますかね。ボンとね、見てください、ね、後ろにね、真後ろにいたはずのね、本来標的用スケルトンくんがね、当たるべき毒の矢がね、標的用骨の巨人さんに当たりましたね、今ね。うん、わかるでしょ、こういうことなんです。だからまあごちゃごちゃと敵がね、固まっているところで、例えば後ろにね、まあ敵の回復役、ね、治癒士とか、まあちょっとめんどくさい狩人、ね、弓を撃ってくるみたいなやつがいた場合、ちょっと先にそっちやっときたいなとなったら、まあバッツボタン、X ボタンを長押しして、ね、まあ標的にしとくと。そうなってくるとね、まあ例えばね、まあ混戦になってね、まあ敵に囲まれようとも優先して、まあ治癒士だったりね、まあね、狩人をまあ先に攻撃することができるようになるよと、うん、いうことなんです。うん、ご覧の通りね、ちょっと、あ、ごめんごめんごめん、ちゃうんだ、ちゃう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 、はい、あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、一回これを消したいんです。消すのどうやってやるんだろう。あ、これだ。うん、標的じゃないところで×長押し。×って言っちゃうな、俺。X ボタンね。うん、プレステ4が長すぎるせいです、これ。まあ、例えば、今ね、まあ、ターゲット外して、ね、また同じ状況で、ちょっと骨の、ね、巨人さんにちょっと毒の矢を発射してみますよ。うん、まあ、当然ですけど、一番近くにいる、まあ、標的をスケルトン君に当たるわけですよ。うん、なんですけども、こっちを優先して同じ状況で弓を入れると、ね、ご覧の通り。ご覧の通りです。うん、まあ、これちょっと覚えておいていただきたい。あんまり、これのチュートリアルとかないはずなんで、なんだと。たまに白い枠ついちゃったりしたけど、なんだと。うん、たまたまなるみたいなことあると思うんですよ。こういうことなんです。優先ターゲットというものがね、実はあるんで、うん、使ってみてください。これ結構便利です。うん、それぐらいですかね、オプションというか、いろいろな設定の、ね、ご説明。うん、まあ、ちょっとざっくりとした説明でしたけども、大丈夫ですよね、これでね。うん、おすすめです。とにかく一般人の攻撃防止。あと、まあ、これね。うん、地面へのアビリティのクイック継承、うん、あと何人だ、何だっけ、あと何だっけ、あと忘れてしまったけども、あとテンプレート B、ね、ジャンプして、商人の前でジャンプして恥ずかしい思いするみたいなことがないようにテンプレート B、ね、してください。じゃあそれくらいにしまして、ちょっとアドオンの方の説明をさせていただきましょう。ちょっとこちら多分長くなると思うんで、うん、まずもう、ここからいっちゃいますか。アドオン。うん、まあ、私が入れてるアドオン、こんな感じでございます。今ちょっとね、この、
なんだ、エッセンシャルハウジング、コミュニティ、っていう、ちょっとアドオン、ちょっと機能かなんか入れたんですけど、まだちょっとこれ、どんなアドオンかというのもちょっと把握してないんで、試しにちょっとね、ハウジング、ちょっとね、皆さんにちょっとそのうちご説明したいなというのがあるんで、まあちょっとそれにね、まあいいアドオンちょっと探してる状況で、ちょっと試しに入れてみたんですけど、まだちょっと分かってないんで、今日の中にはちょっと含めません。アドオン、まあご覧の通りですね。ちょっとね、まあ見てて分かると思うんだけども、いろんなアドオン入ってる中で、ね、この LIB、なんとか。LIB なんとかね。まあ、私これ LIB を LIB と呼んでるんですけど、ライブラリーの、かな？まあ、LIB と呼んでます、私。これ LIB なんちゃらね。LIB データブロックね。LIB フィルター、フィルター LT、LIB ガーフィールド、LIB グループソケット。リブギルドヒストリー、リブギルドインフォバイなんちゃら、まあ、こんなのいっぱいあると思うんですけど、これね、まあ、ちょっと今説明しますよ。まずね、Azure というね、アドオンがありますと、これに必要なアドオンっていうものがあります。これがうまく機能するためにね、これ単体じゃなくて他にもアドオンが必要になってくるよと。このアドオン入れといてくださいね。このアドオン入れといてくだされば、このアズールじゃない、アズーラ様のアドオンはうまく機能しますよと。まあこんな感じで、これ入れといてくださいみたいなアドオンたくさんあるんですよね。コンバットメトリックス。リブコンバット、リブアドオンメニュー、リブカスタムメニュー、リブ、フィードバックかな。まあ、コンバットマトリックスのね、ファイトデータというのはもうこれに含まれてるんで別にいらないですけど。まあ、ご覧の通り、リブなんちゃらがいっぱいありますね。必要なってなってくるところに。私ね、なんでこれ、リブなんちゃらがこんなにたくさん入ってるかって、もちろんこれもあるんだけど、ね、必要だからっていうのあるんだけど、どっかのタイミングで、ちょっとまあゲームというか、このね、エルダースクロールとちょっと離れてたと、まあ、引退したわけじゃないんだけども、ちょっとやらなかった時期があって、で久しぶりに、まあ、ログインして、ちょっとやろうとなった時に、アドオンがもう壊滅してた。期限切れとかね。まあ、期限切れでも使えるっちゃ使えるんだけども、もう使えなくなってるよ、という、こういう赤字でね、なんとか依存ってなってる状況。この状況ですよ、ちょうど。こういうのもいろんなアドオンで発生してたわけ。ああ、じゃあ使え、もうアドオン使えないか、となった時に、ちょっといろいろ調べてみたらね、こういうところ見たら、ね、必要なアドオンっていうのがあるんだと。あ、こんなあったのかと。で、まあね、このいろんなね、まあ、これ入れといて、みたいなやつ一つ一つ、まあ入れてたんだけど、頑張ってね。ちょっとめんどくせえってなったわけ、途中で。だったらもう、このリブってついてるやつ検索しても全部入れちまえっつって、全部入れた。全部入れてみた。ね、ご覧の通り、こんだけあります。まあ多分まだ増え続けてるから、まあちょっと久しぶりにね、まあ、ミニオンを起動したら、ちょっとね、リブを検索してね、入れてないリブちょっと入れてみようかなと思ってんだけど、まあ、こんな感じでね、まあ、入れてみちゃったらいいんじゃないかなと思ってます、最初に。そしたらいろんなアドを入れても、まあ、大体機能してます。期限切れであっても。まあ、なんでちょっとこれ最初にどうかなと。リブ全部入れてみたらどうですかっていうのをおすすめ。これが私あんまり詳しくないんで、これが本当はいいことじゃないよっていう方いらっしゃるかもしれない。詳しい方ね。これのせいでちょっとメモリ重くなるよみたいなのあるかもしれないんで、ね。それはちょっと気をつけてください。私ちょっとあんまり詳しくないから勝手なこと言ってます、これ。これがいいのかどうかわかんない。本当は、なんでしょうね。これだからこれ全部入れてみてというか、やっぱりこれね、一つずつ自分が使ってるアドオンで必要なアドオンを一個ずつ入れていくのがいいんだと思う。本来ね。ただ私多分今後ね、このアドオン欲しいなってなって入れた時に、また必要なアドオンがないから、
ね、依存状態ですってなった時に、またちょっと探してこなきゃなってくるのめんどくさいから全部入れちゃってるってだけ。これがおすすめかどうかわかんないですけど、とにかくこれさえやっとけば、機能はします。っていうことです。じゃあ早速、私が入れてるアドオンのね、説明にちょっと移っていきましょう。アズラ、ね、言わずと知れた、ね、暁と黄昏の女神、ね、デイドラコ・アズラ、ね、アズラ様が好きな方いらっしゃるんじゃないですか。善というか、善悪って、ね、デイドラ、エイドラ、神様に善も悪も実はないんですわ。その司る属性がね、人にとって優しいか厳しいかっていうことだよね。そういうことだと思うの。だからなんかモラグバルだったり信者とかがいたりするんだろう、きっと。わからん。とにかくこのアドオンはですね、どういうアドオンかというとですね、設定か。アドオン設定、アズラ、ね。ウィンドウアンロック。ちょっと外してみて。どういうことか分かりますよね。UI を自由にカスタマイズできる、カスタマイズできるというか、場所を動かしたりとか、サイズ変えたりとか、ね、ご覧の通り、ね、ちっちゃくしてみたり、大きくしてみたりできるよと。ただこれ、唯一ここをいじんな方がいいよというのはコンパス。コンパスのサイズ。これはね、私は90になってるのかな。これはいじんない方がいいです。なんかちょっといろんな負荷が出るような気がする。それぐらいですかね。こんな感じのと、最初はこの、リソースのところにね、ちょっともうロックしちゃうけど、リソースのところにこんな数字ついてないはずなんですよ。12,995分の2、12,995が、アムライルちゃんの100%の体力だよっていうのが、出てないと思うんです。これだからね、どういうことかというと、スタミナ使ってたら減ってくでしょ。ね、スタミナ減ったら、ご覧の通り数値が減ってって、ね、今これぐらいあるよっていうのが分かる。それが今何パーセントなのかっていうのが分かってくると。いいこと、別にこれはゲージだけでもね、体育、視覚的に分かってきていいのかな。別にこれを入れとく必要ないんだろうけども、数字を、私はちょっとね、なんかいいかなと思って入れてます。あとやっぱりね、ゲージだけだと、例えば体力ね、食事が切れてんじゃねえかとか、いうの出てきちゃって、忘れてしまったりすることあるんで、頑張れば2万1000まで行くんだと、アムライちゃん。そう。こういうのがね、分かりづらいとか、忘れてしまっちゃったりするもんだから、数字にしとけば、今ちょっと HP 足りねえぞと、体力足りねえぞというのが分かってくるんで。なんで私はこのアズラでね、リソースに、オーバーレイとして、数字を入れてるよっていうこと、こういうことができるよっていう、アドオンです。簡単に言ってしまうとね。あと、UI を、いじれると。これも、あるとだいぶ便利なんで、おすすめではあります。で、バグイーター、ね。これはですね、こんだけたくさんのアドオンを入れてると、どっかでぶつかり合って、エラーメッセージっていうのが出てくると思うんですわ。あとは、なんかメモリかなんかが足りないかなんかで、ちょっと、しんどいって、多分エラーが出たよって、PC なのかゲーム側かなんか知らんけど、エラー表示ちょいちょい出てきちゃったりするはず。なので、そういうのをね、非表示にしてくれるよっていうアドオンですね。エラーメッセージ出てもゲーム自体は、やれるっちゃやれるんで、ないに越したことないんですけど、エラーってもんが。ちょっとめんどくさいなってなったら、これを入れてみてください。それで、ゲームプレイに問題がなければ、それでいいんじゃないかなと思っております。さて、チェストマスター、これ全然どういうことかわかりません。入れてはいるんですけど、なんかどっかで見えたこと、これ多分チェストマスターって、宝箱見つけてた時に、まだね、これね、入れたばっかりなんですよ、チェストマスター。多分なんか、鍵開けにちょっと有利になる運びなんじゃないかなと思ってるんですよ。
ちょっとどこかで試してえな、これ、うん。ちょっと今日はごめんなさいね。多分そういうアドオンだと思うよってだけ。入れたばっかりですいませんって。はい、コンバット、メトリックス、うん。これはですね、例えばね、ちょっと久しぶり。まあ、どんなアドオンかっていうのを簡単に説明しますと、自分の DPS とかね、まあ、自分の回復能力、ね、まあ、非ダメージ、ね、非回復能力っていうのがまあ分かるよと、まあ、これはリポートっていうものを今入れてるんで、ね、今現在出ている DPS がどんなもんかというのがここにね、うん、まあ、見えるようにしてあると、まあ、いう感じなんです。うん、で、こっちのね、うん、まあ、今まだ出てないんだけども、なぜか知らんけど、なんか設定おかしいのかな、俺の。オプション。わかんないんだよな、これ。うん、英語だから。まあ、ちょっと消しちゃった。うん、まあ、例えばね、まあ、ちょっとやって、もしか出てきたら、またそこで説明するんだけど、で、自分のアビリティが、ね、自分が出した DPS の何パーセントね、例えば、軽攻撃がね、自分が出してる DPS の何パーセントを占めてて、それがどれくらいの DPS 出してるのかとか、で、それがクリティカル何回出したのかとか、パーセントとかね、まあ、平均値とか、うん、まあ、いろんなアビリティの、使ったアビリティのすべての、ね、項目、このあたりの項目が、まあ、出してくれると。うん、あと、自分が対峙したターゲットが、ね、にどんなぐらい、どれくらいの割合で DPS 出してるかとかね、またそれを総合的にね、自分がどれくらいの DPS 出したかとか、グループで何パーセントなのかとか、うん、まあ、スタミナね、マジかスタミナね、ヘルスの、使い方どうかとか、うん、まあ、言うのこれ、ここでね、まあ、パッと見て、まあ、教えてくれるとデータとして、うん、まあ、こういうのが、まあ、視覚的に分かってくるというか、データとして残ってくると、まあ、自分がね、まあ、どんな戦い方したらね、今後ちょっと強くなっていくのかっていう指針になるかなと、うん、いうのと、まあ、自分のね、まあ、今出ている DPS がね、まあ、結構な値で出たら、まあ、パーティーに貢献できてるから、うん、十分だろうと、うん、いう感じの、まあ、判断をね、つけれるとか、うん、ちょっと弱いからもうちょっと頑張ろうとかね、うん、いうことが、まあ、できるようにこれをちょっと入れてるというところですわ、うん、あ、出たね。出ました。なんか軽量モードみたいのが良くなかったんだね。うん。まあ、ご覧の通りです。ね。ね、自分のアビリティがどれくらいのパーセンテージ出してるかとか。うん。まあ、ちょっとなんかわからないけど低いな。まあ、なんか途中からだったんだろうね、きっとね。うん。まあ、こんな感じで、うん。まあ、知らせてくれるということですよ。うん。さあ、戻ろう。さて、じゃあ次のアドオンのご説明をさせていただきましょう。クラフティングステーション、これはですね、まあ、簡単に言いますと、マップに、まあ、大体ね、各マップに3箇所ぐらいね、ご覧の通り、まあ、リフテンであれば、ね、リフテンとかリフト地方であればね、ご覧の通り、ウィローロのセット、うん、あとね、まあ、有名ですね、イカレルフンディング、うん、そして、予防の中止、これもちょっと前まではこのイカレルフンディングとね、うん、まあ、予防の中止セットがスタミナビルドの、まあ、クラフトで作れる、うん、装備のおすすめでしたかね。ね、ご覧の通りね、5アイテム揃えると300武器ダメージ、分かりやすい。予防の中止は、クリティカルダメージを与えたとき、破砕強を与え、敵の物理耐性を5286秒の減少させる。これもいいね。うん、あんまりだから、なんだろう。破砕強がある、ね、スキル持ってないとか、うん、いうクラスなんかは、これは本当にありがたいですね。まあ、6個研究するとね、フンディングもそう。
まあ、6つ研究が終わるとね、6研究済み特性。まあ、これが作れるようになるよと。まあ、こんな感じでね、まあ、今ね、この案内出てるでしょ。ね。これを出してくれたりとか、このマップにここにあるよっていうのもね、記してくれるのも、これが、このアドオンの効果です。だからまあね、クラフトね、セット装備のね、クラフト施設を探すのにすごい便利だよというやつですね。さて次、ディスティネーション。こちらはですね、もうちょっとマップで説明できます。今、このマップにね、いろいろ映ってると思うんですよね。ちょっとね、私、このキャラはね、まあ、エボンハトパクト所属ですから、まあ、エボンハトの、まあ、領地で見てもちょっとあれなんですからね。ちょっとね、あんまりゆかりのない場所にちょっと行ってみましょうか。例えば、ここね。バレントのマルバラトル。ここはあんまりこのキャラで行くことはない。まあ、とりあえずね、なんだろう、旅の祠ぐらいは開けてるかな。まあ、開いてないのも全然あるな。まあ、だからゆかりがないです。これは多分ね、こういうことね、ドルメンなんかをやるときに、まあ、ちょっと近くの旅の祠だけ開けているみたいな感じだね、これっとね。まあでもね、行ったことないですけども、どこに何があるみたいなロケーション、これマップに出てるでしょ。これは、本来ありえない話ですわ。まあそうだね。だから、ちょっと消してみようか、一回。アドオン、ディスティネーション、外して、ちょっとね、ついでだから、まとめてやっちゃおう。このハーベストマップね。あとどれだ？ロアブックス。まあ、ラストトレジャー。ロストトレジャーだ。あと、スカイシャドウ。かな？今あげたもの、今ちょっと消したものが、マップに影響を及ぼしています、今。私の。ちょっとリロードしてみましょう。だからあれだね、クラストステーションだけ残ってる感じになるので、今ね。はい、ご覧の通りね。これが本来の、行ってないね、あんまりゆかりのないマップに来た時の、皆さんが見るであろう地図です。まあ、行ったことあるところはこんな感じで、まあ、表示されてるんだろうね。ご覧の通りだね。旅の祠、空いてるところの旅の祠は、見えていたりとか、まあね、さっきの、まあ、アドオンね、クラフティングステーションで、見えるようになっているとか、あと、グループダンジョン行ったことがあるから、まあ、ここだけ見えるようになっていると、いう感じだね。まあ、こんなことなんです。まあ、だからね、今ね、上げたというか、今、ちょっと消してみたね、デスティネーション。ね、これはデスティネーションもいろんな、だから未発見の、ロケーションを表示してくれますよっていうアドオンです。これがあれば大体の場所が分かってくる。いろんな項目のね。で、ロアブックス。これはこのワールドにね、まあ、点在している伝説の書物っていうものが見えるようになってきますよ。なんで伝説の書物を見えなきゃなんねんだと。これはね、魔術師ギルドのスキルライン。まあ、魔術師ギルドに行くとね、まあ、魔術師ギルドに入りませんかみたいなこと言われて、まあ、加入するとスキルライン開くと思うんですけど、魔術師ギルドのスキルをね、まあ、上げていくのに必要なのは、魔術師ギルドのスキルを持って戦闘するとかじゃなくて、この本を見つけるっていうだけなの。この本を見つけることで経験値がね、たまって、まあ、ランクが上がっていくよということで、まあ、本を見つけるのがすごい大事なんですよ。めんどくさいね。めんどくさいんですけども、これを、まあ、魔術師ギルドのね、スキルでちょっと使いたいのあるなってあったら、まあ、これを入れて本をね、まあ、各地にある本を集めてみてはいかがでしょうか。という感じでございますね。ロストトレジャー、これちょっと後で説明しますけども、これ宝の地図を、本来、ちょっとめんどくさいやり方で、まあ、見つけ出すものなんですけれども、まあ、これを入れておくとですね、マップに、ここだって、赤いバッテンで記してくれるの。
ここに宝があるよって、簡単になる、すごく簡単に、もうそこに行ってね、ちょっとこんもりした土を掘ったらいいだけ、っていうすごい優れもののアドオンです、これ。これもおすすめですよ。スカイシャドウね、もう私のね、皆さん、始めたばかりの人にね、ちょっとおすすめの情報を、まあ、発信し始めたときに、一番最初にお伝えしたことですね、スカイシャドウを集めて、スキルポイントを集めてほしいんだと、もうすごく使うようになってくるから、最初のキャラクターであれば、まあ、クラフトやらせるとか、金策目的でね、鉱物収集かやらせるってなってくると、まあ、すごいスキルポイントが必要になってくるよと。戦闘スキル、ね、自分がこうね、ストーリーを進めていくっていうのもあるでしょうから、まあ、戦闘スキルも、まあ、そこ必要になってくるだろうから、まあ、そういうのも合わせてスキルポイントが必要になってくるから、スカイシャドウ集めようねってなった時に、まあ、スカイシャドウもね、まあ、ね、ラストトレジャーと一緒で、ね、ラストトレジャーね、宝の地図、宝の地図と一緒で、ちょっと見つけ方っていうのがちょっとめんどくさいんですよ、本来。ただこれを入れておくことで、スカイシャドウここにあるよっていうのがマップで見れますよと。いうことで、簡単に、取得が簡単になってくるよと、またはね、取得してないのがどこだっていうのが、まあ、一発で分かるっていうのもあります。なので、これはおすすめですよという感じですね。まあ、ちょっといっぺんに説明させていただきました。あと、ハーベストマップってのは、自分がね、まあ、マップに点在する、ね、収集できる、例えば、クラフト素材ね、を、まあ、そこから取ったときに、そこに印つけてくれるんですと。まあ、だから次ね、ここに湧くから、また来たときにここをやりなよという感じで、まあ、印がつくよと。あ、そっか、リロードしてないからまだあれだね。ちょっとリロード挟みますか、一回。はい、戻ったね。戻りましたよ。ちょっとね、せっかくですからね、今説明した、ロストトレジャーの、ちょっと地図を使って、どこだったかな、こっちが、これだ。なんかないかな、リフテンとかないかな、ないか、さすがに。マラバルトール行く、マラバルトールに2つあるから、ちょっとこれちょっと行ってみましょう。じゃあちょっとマラバルトールに飛んでみましょうか。待て、お前のところに行くように言われたんだ。私は言われてない。さよなら。ご覧の通り出てますね、赤いバッテンが。ここちょうどいいわ、地下でこれあった。マラバルトール、マラバルトールはバレンウッドの北西、アウィンシアン海とストリット川河口の湾岸の地域である。首都はシルベナール、すべてのウッドエルフの精神的な故郷である。なるほどね。大事なところなんですよ、ウッドエルフにとって、マラバルトールっていう地は。 まあ、ご覧の通り、ここに宝が埋まってますんで、ここ行ってくださいということです。これがね、まあ、ちょっとこのまあ、アドオンがなかったらどういうふうにね、まあ、取っていくのかというと、例えばね、このスロット可能アイテムの中に入ってますんでね、地図が。これ使ってください。まず、3。で、まあ、ね、ご覧の通り出てきましたね。こんな感じのところのここだよ。こんな感じのロケーション探してくださいってことです。まずは。じゃあちょっと、3がどっちだろう。こっちが3だね。こっちが4だ。はい。じゃあ、こっち側のまず行きましょうか。見てますね。これだ。こんな感じでしょ。何さ。虫の教団のせいよ。やめとけばよかったな。突撃せよってお前一人じゃねえかよ。どうするんだよ。誰に向かって行ったんだ、今のは。もっと後ろから見てるな。まあ、この辺りだね。この辺りのあの辺りだ。この辺りだよっていうのが、まあ、ちょっと、まあ、ざっくり分かったね。これでね。で、ここにちょっとこんもりした土があるはずなんです。
ほら、あった。これね。うん。まあ本来はこのアドオンがなければこんな感じで取っていくもんなんです、宝の地図ってね。うん、なるほど。なんだけどこれ大変でしょ、これ一個一個これやっていくの。まあ面白いっちゃ面白いのかもしれないよ、宝探しっていう純粋なね、うん、まあコンテンツという、上では、うん、ちゃんと宝探ししてるからね、この地図のここだと。まあ、なんだけど、たくさんね、まあ、地図って手に入ってくると思うんです。で、まあ、それ毎回やらないから、まあ、大体はね、溜まっていく一方なんです。で、もうある程度溜まって、カバンをちょっとね、圧迫してるな、まあ、倉庫を圧迫してるなってなった時に、じゃあやるかってなった時にですよ、まあ、このやり方で一個一個潰していくってなると、まあ、相当に大変になってくるでしょう。まあ、だからこのアドオンがあるともう簡単なんですよ。もうとにかく宝の地図ね、全部カバンにぶっ込んで、うん、まあ、各所回ってたらね、赤いバッテン全部ついてるんで、まあ、そこ巡ってきゃいいだけみたいな感じになるの。すごい楽。シュラクダーは公平に商売したぜ。あそこだ、あの中洲だ。この辺りだね。食べあったね。だからね、地図を開いてここだって見なくても、まあ、バッテンつけてくれたところ行けばご覧の通り宝の地図が消化できますと。なぜか罠使ったけど、でなんかしないけど手がかり手に入ったでしょ、コロボンの風鈴。まあこんな感じでね、今ね、鉱物収集にすごい関連してるんですわ、この宝の地図が。この宝の地図をまあバンバンやっていることで手がかりがね、バンバン入ってくるの、うん、バンバン入ってくるのかね、これ1日に1回なのかな、もしかしたら。でそれかもう低確率で入ってくるみたいな感じになるかもしれない、うん、まあ、なのでちょっとね、宝の地図を簡単に手に入る、いや簡単に手に入るじゃない、宝の地図を簡単に消化できてくるっていうのはちょっと今後金策でだいぶ有益になってくると思うんで、ちょっとね、このアドオン、結構というか、かなり、うん、おすすめです。うん、さあ、もうここでやっちゃおう。次、ね、どこまで行ったっけ？ね、ロストトレジャー。ちょっとあれだったね、順番違ったね。まあ、ハーベストマップは、ね、さっきちょっと、どっかで拾ったと思うんだけど。うん。グリーンパクトの教えを反して、うん、草をね、拾ってしまったと思うんだけども、どっかで。出てない？あ、これほら、ね。ズーム。異物の返品はできないよ。ここに出てますね、今。前にちゃんと言ったはずだ。なんだ。ミルンルートみたいなアイコン。うん、ちょっとここうるせえな。出よう、ここは。あんな感じで、あ、ちょうどいいわ。プラチナの、うん、貴金属層。うん。ね、あれを返せ。それともバラバラになりたいか。なんだここ、ね、ご覧通りね、今ほら鉱山マーク出てますね。ここでね、金属、まあ、金属を手に入れたよと。なんでここのサンダーバーグ優しいの、いい子たちだ、うん、襲ってこない。なんかあんのかな、なんか理由がありそうだけど、まああんな感じでね、うん、マップに反映されると、あ、ご覧通り伝説書物取ったもんだからね、この辺りの伝説書物ね、取れましたね。ちょっと試しに近いところの伝説書物取りに行こうか、うん、ここね、うん、ここ行ってみましょう。なんだストラングラー、あいつあいつあいつ、やめてやめてやめて、あ、センチが守ってる。くっそ
マンナー。はい。とまあこんな感じでね、案内通りね、ここに来たらね、本がありましたよと。で、本を取るとね。同じ、まあ大体はね、この周辺に同じ本が3箇所取る場所あるよと。このうちの1個取ればいいよと。ね、このうちの1個取ると、この3つの、3つともね、3つじゃない、4つだな。うん、4つなくなると。うん、まあこんな感じで全部取っていけばいいわけ、このね、種類を。うん、そしたら、魔術師ギルドのスキルラインが上がってくるというところですわ。ここは大丈夫でしょう。うるさく言ってくるやついねえだろ。次ですね、ハーベストマップ説明しましたね。まあ、リブナンジャラはもう、さっきね、冒頭で説明した通り、他のアドオンたちを助けるために入ってるものですと。うん、このリブラリアンというのは別です。これはね、ライブラリアンかな、これは。うん、自分がね、調べてきた本を、まあ、図書管理してくれるというアドオンですね。うん、まあ別にそれ目的で入れたんじゃなくて、リブを全部検索して入れたからこれが入ってただけです。うん、まあ、どっかで使うかもしれないね。うん、あと、ルーツログ。うん、これはね、どういうアドオンかというと、まあ、例えばですよ、グループダンジョンに、まあ、パーティーというかグループで挑んで、まあ、グループのメンバーがね、まあ、中ボスかなんかを倒したときに、こう、アイテム拾い、まあ、仲間がとかが、そのね、参加してる自分も含む全員がね、まあ、それぞれに、まあ、中ボスからね、まあ、アイテム、それを、なんだ、そのダンジョンに由来したアイテムを拾うと思うんですけど、アイテムじゃない、装備か。うん。まあ、装備を拾うと思うんですけども、その、大体はね、まあ、何拾ったかなんて分かんないわけじゃない。なんだけどね、これ実はね、仲間が何拾ったか、チャットログに、知らせてくれるわけ。うん、ちょっと、浅ましいでしょ。まあこれで何が起こるかっていうと、まあ、今まではね、今までの、装備を集める時ってどうしてきたかっていうと、ね、ゲルベンさんがなんか話し始めたけど、なんだろう。例えばね、ダンジョンに入ってきたときに、まあ、大体は海外の人ですから、英語でね、この装備がもしドロップしたらね、いらなければくださいみたいなのを、まあ、お伝えするわけですよ。うん。だいいよーとなったときにね、まあ、ね、ぐるっと回ってて、あ、出たよと。うん、出たから、ダンジョンの最後で渡すねってなって、ありがとうございますってなって、まあ、そこでね、まあ、ラスボス倒して終わった時に、ああ、じゃあ出たからこれあげるよってなってもらったりするわけですよ。ね、まあじゃあ、ただでもらうのも申し訳ないから、ちょっとお金をね、お礼として渡したりとか、まあね、それ以外の、まあ、自分がいらない装備を、うん、まあ相手にこう全部渡して、ね、これをちょっとな加工するなりして素材にしてくださいとかね、うん、まあいろんな手法でやってたんですけど、まあ例えばこれをね、持ってればね、このアドオンが入ってればね、例えばこうゲーム、こうなんだ、グループダンジョンにまあ行った時にね、まあ相手のドロップ見て、あ、これ欲しいやつだってなった時に、ちょっと今、これ手に入ったと思うんですけど、これもしいらなければいただけませんかっていう話がそこでできるようになるという感じです。だからなんだろうな、まあ出なかったらそのままね、うん、まあ次のグループダンジョンにみたいな感じで、まあなんというかな、別にね、今まで従来通りのやり方で全然問題ないとはないとは思うんだけど、うん、まあなんだろうな、出たら話せばいいわと。毎回出るか出ないか分かんないけども、毎回冒頭で話さなきゃなんないみたいなのがないよということです。うん、分かるかな。まあそんな感じのもの、まあね、うん。そんな感じのものなんですよ。まあ、いる、いらないはもう、それはもう、これ別におすすめしないですよ。うん、まあ、そういう。アドオンですよということですね。うん、デロアブックとね、ロストトレジャー終わったね。うん、ラブリーエモート、うん。これはもうね、センチが見てるから、
気をつけないといけないんだが、あ、ウトエルフの踊り、なんで帽子脱いだの？アムラエレちゃんはお肉食べるときに、リュートを引く、探す、何、なんで私ここにいる、眠い、寝る、森行って落ち着くよね、寝てる場合じゃなかった、でもすぐ起きたら立ちくらみするからちょっと座ってよ、そんな感じで、やつそんなわけじゃねえわまあ何かって言ったらこれエモートをね、使いやすくするっていうアドオンです、まあこれまあこれで全て見るか、なんだろう、あ、これはあれか、まあ何個だ、9個か、まあ、9個設定しておけますと、簡単にすぐ使えるようにと、でまあね、目立たないように隠しておけるね、使いたいとなった時にここクリックして、ね、まあこんな感じで、まあこれもね、すぐ変えれるわけ、どうしようかな、ポーズ、文字、文字、佇む、とかね、寒さに震える、これにでいいやと思ったらこれにしてね、そしたらこれに変わったでしょ、で1番、寒さに震える、でなんで1番でね、まあ点キーの1番を押すと、ね、これ出るようになってるんですけど、これまあ設定で変えれるんですよ、設定で変えれるというか、設定でこうねキーバインドできるよと、こう、これか、ね、キーバインドの、キーバインドじゃない、点キーのね、ナンバー1234567891とね、これがプレイフェイバリットの1234567891に、まあ、合わせて入れてると、これがだからね、これがプレイフェイバリットですよ、1234567891と、いうことなんです、だから簡単にエモートをすぐね、まあ使えるようになるということですね。今までのやり方だと、例えばね、ゲームパッドでやってるんで、私は、マウスとキーボードでどう使ってるか分かんないんですけども、まあね、こう、十字キーの右を長押しすると、ご覧の通りね、まあ、エモートをね、すぐ使えるやつを登録しているんですけども、ね、まあ、こんな感じで、お辞儀するとか、親指上げるとかね、祝うとか。まあ、笑うとか、まあ、こんな感じでやってたんですけど、まあ、これを登録しとけば、もう点キーポンと押すだけでやってくれるよと、非常にね、素早いと、だから、タイムリーにね、エモートを返してあげれると、いうところもあって、まあ、ロールプレイにすごくいいんじゃないかなっていうところでもありますね、マンモス、心理マンモス、マンモス優しいんだな、ここのマンモスたち、ね。森の動物たちは意外と優しいな、バレンウッドの森の動物たちは。まあそういうアドオンですよということですね。はい、このルイエクステンデッドというものをちょっと説明させていただきましょう。これはですね、私、まあいろんな、このアドオンはいろんな、まあ、総合的なアドオンというか、UI 総合アドオンというか、まあいろんなことこれ一つで、まあできるんですけども、私は、なんだろうな。私がね、もうその使ってる要素は一部しかありません、このアドオンの中で。ちょっとごめんなさい、今手首かゆいんで書かせてください。あー、かゆい。まず設定ね、アドオン設定。リエクステンデッド。まあ、いろいろあるんですけども、これは、いろんなアドオン管理とか、このルイエクステンデッドのシリーズの、まあね、アドオンをここで管理できると、まあ、いうだけなんで、あんまりここは必要ないんです。こっちね、コンバットテキスト。これを使ってると思う。で、この中でね、私が唯一使ってるのが、この、ローリソースワーニングオプション。あともう一つ、ノーティファクションオプションズ。これがですね、ノーティファクションオプションズのこの下ね、
ご覧の通りね、アルティメットスキル使用可能、うん、でポーション使用可能となってますね、うん、でこれがね、うん、ポーション今から使いますよ。ポーション使いました。少々お待ちください。説明ちょっと間に挟む。設定アドオン。で、もう一つね、こちらのね、ローリソースワーニングオプション。で、ご覧の通りね、ヘルス低下、マジか、低下、スタミナ低下と日本語で打ってますね。で、35% 以下になると、これが表示されるということなんですが、うん、そうそう、ポーションどうですか？はい、出ましたね。うん、ポーション使用可能ですよと。まあだから戦闘中に、まあポーションガム止めしたいとき、ね、ポーション次のね、リキャストのタイミングが分かると、うん、いうのがありますと。あとこれね、例えば、まあ私もちょっとマジカだとすぐ消せる。ご覧の通り、マジカ低下と出ましたね。うん、まあリソースが減ってきたら案内出してくれると。まあ、このタイミングでね、まあこのタイミングだとちょっと遅いっちゃ遅いんだけど、うん、まあリソース回復を図ってくれと。例えばね、スタミナであれば、重攻撃をちょっとローテーションの中に加えろよというのがね、うん、まあ、分かりやすくなったりとか、うん、あとヘルスをね、うん、ヘルスがね、まあ、35% 以下になってきたらね、ヘルス低下してきたぞとなったら、ああ、回復しなきゃと、うん、なるわけですわ、うん。まあ、なんだろう、戦闘の、なんだろうな、アラート機能というか、うん、まあ、そんな目的で私はこのルイエクステンレットを使っていますと。他にもいろいろあります。例えばこのね、リソースの表示を、まあね、このルイエクステンレットに、うん、まあ、変えてみたりとか、うん、あといろんな、うん、戦闘に関するものだけじゃないと思うんだけども、まあ、いろんなね、情報なんかを表示してくれるようなアドオンなんで。まあ、いろんな目的で使ってみてはいか。まあ私はこれだけしか使ってませんよと。うん、他は他のアドオンでちょっと やりたいと、うん、いうところだったんで。うん、ミニマップ、ね。ご覧の通りです。これです。うん、うん、それが全てです。はい。P チャット、うん。P チャットってこれ、ね、チャットの、うん、まあ、あんまり差が分かんないと思うんですけどね。うん、まあ、なんでしょうね。まあこのチャットログの、うん、機能をちょっと拡張させるというか、便利にさせるよと、うん。まあ、そのあたりはもう、どう使うかはもう、それはね、皆さんにお任せします。ただまあ、これちょっと便利ではあるんで、うん、入れとくとね、うん、アドオン設定、ピーチャット。ちょっとね、英語なんで、全編英語なんで、うん、Google 先生の翻訳機能の、カメラでね、捉えると、日本語訳してくれるみたいなやつあるんで、まあ、それでちょっと見ながらやってみると、うん、あ、こういうことかっていうのも分かると思うんで、うん、それ使ってちょっとこれ設定してみてください。これなかなか使い勝手いいんで、うん、もう一個 P チャットいったね。これ絵文字サポートです、うん、なんかね、チャットにね、絵文字が使えるようになるみたいなやつですね、うん。私でも絵文字使ったことないです。まあ、絵文字使われたことは何回かあって、それがちゃんと表示されてたんで、うん、多分こういうことなんだろうなという感じで入れてます。うん、なかなか面白いと思いますよ。うん、で、スクリーンショットヘルパー。うん、これちょっと、まあ、簡単にですけども。うん、まあ、ちょっと冒頭で説明したと思うんですけど、設定ね、おすすめの中にね、まあ、UI を消すみたいな、ね、この UI のオンオフ、まあ、入れてもらったと思うんですけど、うん、ね、これ、まあ、オフにしますね。この状態になったら、スクリーンショットヘルパーが起動しています。うん、これでね、まあ、キーバインドでね、まあ、設定もできるんですけども、まあ、私はこの、キーボードのね、まあ、右側にある矢印のね、4つの、うん、キー。まあ、これにね、まあ、ちょっと、設定していると。まあ、カメラをね、ここで自由に、この矢印で、うん、動かせるよっていう、うん、アドオンです、うん。あとこれページアップ、ページダウンで、ね、ズーム、ズームイン、うん、ズームイン、ズームアウトね、うん、がまあ簡単になるんで、うん、まあ、だからスクリーンショット撮るときにね、うん、自分で好きなアングルをこう見つけながら、うん、まあ、スクリーンショット撮れるよと。
これ撮ってみました、うんね、スクリーンショット撮りましたね今ね。でまあこんな感じです、うん、こういうアドオンですよと、うん、これでもちょっとねこれ使った後カメラの位置がぐちゃぐちゃになってます、うん、これ戻してあげてください。私はねこれ戻しやすくするっていう目的もあって実はこれにしてます。デフォルト値を使うみたいなね、うん、水平ポジションだけをいじるみたいなね、スカイシャドウは説明しましたね。スーパースター、うん、あと今アンリミテッドカメラズームっていうのもここ入ってると思うんですけど、これも多分これはね多分ね普通にゲームのこのカメラのねズームインズームアウトの距離がちょっと伸びてるのかなという気がしてます、うん、あんまりこれをでも体感することがない、うん、なんかあんのかな、ちょっと待ってね。なんかもしかしたら設定というよりも操作の方に入ってたりするのかな。まあでもアンリミテッドズームみたいなのはないだわ、うん、うん、まあスクリーンショットヘルパーにも入ってるからね、ズームズームアウトは。まあ多分そういうことなんじゃないかなと思ってるんですよ、うん、まあこれは別にだからおすすめでもないですね。私これ入れてますってだけです、はい、で今説明したスーパースターね、うん、これどういう、うん、まあどうかというと、うん、ちょっと今まあ私はキーバインドに設定しているボタンをポッと押すと、まあ、出てくるんですけど、うん、もうご覧の通りですね、自分のビルドを一括で見れると、うん、情報として、うん、ちょっと邪魔だなこれ、うん、ね、ご覧の通りです、アルドメリドミニオン所属、810チャンピオンポイント、現在946の、チャンピオンポイントプラス136状態、うん、で、なんだ、アルドメリドミニオンの、軍団兵グレード1、まあ、ランク7ですね、うん、アムライルちゃんと。で表のスキルも裏のスキルも弓スキルですよと、こんなスキル入れてますと、うん、で今現在112スキルポイントがありますよと、少ない方ですこれ、うん、で、リソースね、マジカは9709、ヘルスが19577、これはブーストされてます、食事でと出てますね矢印で、うん、でスタミナが64振ってあって、35468だよと。で今こんなバフがついてます。バフの種類というかバフが何についてるのかみたいなのは表示されてないけども、ご覧の通り、マジカの、再生能力576、体力は309、スタミナがやっぱりウッドエルフだね、うん、まあ、1388もあるよと、うん、すげえなスタミナの回復力、うん、でまあスタミナ物理ダメージ2801あって、ね、クリティカルが発生すると1万まで上がって、まあ、その発動率は 52.7% だと、貫通能力7356あるよと、で物理の耐性が13891あって、そのうち 20.9% は 20.9% のダメージを創殺しますよと、物理であれば、うん、まあ、マジカもご覧の通りこんな感じの数値ですよと。で今こんな装備をしています。ストームフィストの仮面セットの、モンスターマスクセットを、2分の2セット揃ってますよと、うん、で残忍なオフィディアね、残忍な大蛇セットですね、うん、がまあ5分の5ちゃんと揃ってますと。でスプリガンセットねも、5分の5揃ってますと、うん、あとこんな感じでチャンピオンポイント振ってますと、うん、いうところの一覧ですね、これね。うん、あと、今、盗賊座のムンダストーンをつけておりますと。うん、もう、だから、アムライルちゃん、こんな感じのビルドだよっていうのを説明するんであれば、これ、ポンって開けてもらって、これ、スクショ取って、これですと、うん。送ってやれば、一発ですね。もう、すべて乗っかってますね、だからね。ビルドで必要な情報が。うん、まあ、こんな感じのアドオンです、うん、なんでこれ入れたのかって
言われるとあれなんだけど、うん、まあ皆さんにね分かりやすく説明できるかなっていうところだと思います、始まりはね、うん、まああのあれですよ、あの、ね、自分のビルドを紹介していくみたいなこともやっていきたいなっていうのがあるんで、うん、まあこれ入れたんじゃないかな、うん、まあ、こんな感じのアドオンですよというところですね、うん、というわけで全部説明できましたかね、これで、うん、まあ私が入れているアドオン、まあまあ、ざっくり説明して細かいところはちょっとはしょってますけれども、うん、そんなことやってたら多分ね、あの3時間4時間かかるんで、うん、まあ、ざっくり、うん、説明しました、うん。で、これ入れとけばね、また私が入れたね、ちょっとチェストマスターはちょっとわかんないですけど、うん、まあ、あの、白地で今、あの、うん、アクティブになってるね、まあ、アドオンは、まあ、入れておいて損はないと思いますんで、おすすめしてます。うん、はい、というわけでね、オプションのね、おすすめから、アドオンのおすすめまで、説明させていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。うん、ちょっとね、私、あんまりね、ごちゃごちゃさせないというか、うん、あんまり多く入れてないとは思うんです。うん、まあ、ちょっと、ゲームをね、遊びやすくする、もしかね、まあ、ロールプレイにちょっといいんじゃねえかみたいなね、うん、まあ、そんな感じを、うん、まあ、念頭に置いてアドオン入れてるんで、あんまり機能的じゃないかもしれないです。うん、まあ、それはね、皆さんがね、まあ、今後、うん、まあ、このゲームを遊んでいく上で、ちょっとこういうの欲しいなってなった時に、ちょっとね、まあ、アドオンを探してみて、うん、まあ、該当するのがあれば入れるみたいな形でね、まあ、どんどん自分でね、カスタマイズしていくと、うん、まあ、いう形を取っていただきたいんで、まあ、参考までにね、まあ、とりあえずこれ入れてみてはいかがでしょうかという、まあ、感じのアドオン揃ってると思うんで、うん、まあ、よろしければね、参考までにやってみてください。うん、というわけで、じゃあ今日はここまでにいたしましょうかね。またね、なんか、ちょっとここどういうことかちょっとよくわからないんで、説明してほしいですみたいなのがあればね、まあ、コメントなんかで残していただければ、まあ、わかる範囲で、うん、まあ、もうちょっとわかりやすく説明させていただきますので、ね、まあ、遠慮なくコメントに残していただければと思います。あとね、なんかこういうことをもうちょっと知りたいですみたいなのがあればね、うん、それもね、合わせてコメントに残していただければ、まあ、このね、まあ、動画作りにちょっと反映させていただきますんで、まあ、よろしければね、そちらの方もお願いいたします。というわけで、じゃあ終わりましょう。長時間のご視聴ありがとうございました。次回の放送も、よろしければご視聴の方、お願いいたします。というわけで、お疲れ様でした。ごきげんさよなら。お疲れ様です。